金沢市金岩で創業100年のうどん店、麺坊中本。4代目店主の中本恵美子さんが先頭に立ち、娘2人がテキパキと作業をこなします。ダメや、いつになく無言何この無言、ちょ、どうにかせえやなあ、歌でもとか。それは困る。 いつもこんな感じですか。いつもうるさいです。でも仲良しですまるで三姉妹のような仲良し親子なんです。まあ、お店ですけれども、まあ、創業っていうのはいつになるんですか。創業大正11年で、本当は今年100周年。もともとその100年前にお店できた時っていうのは、うん、甘いもの屋さん、甘味どころだった。そうお汁粉とかあんみつとか、はい、まんじゅうとか、そういうのを先代のおじいちゃんとかおばあちゃんがやってたらしいんですけど、そのうちだんだんとうどんを作ってみたら、うん、それも評判がよくって、うん、それからうどん屋さんになったらしいです。それいつ頃の話なんですか。うん、それはね、うん、うちの主人で4代目だから2代目ぐらいじゃないですかね。ご主人は製麺の方でやってます。うん、製麺と食堂を2軒やってるんです。あ、そういうことなのね。うん、だから大変、もう朝早いし夜は遅いしっていう感じで、次女と三女が今店を手伝ってくれてます。でもやっぱなんか厨房とか拝見してるとすごくなんか賑やかで楽しそうなんですけど。はい、楽しいです。やっぱ楽しい。はい、いろんな話をしながら、うん、ついついなんかね、いろいろと喋ったりとかして、うん、はい。お店の一番人気が牛すじカレーうどん。牛すじの仕込みは恵美子さんが担当します。使うのは国産のものと決めているそうです。でもこのその国産と、うん、外国産と、うん、なんか違いってあるんです。その牛すじ私は、うん、なんかちょっと臭みがあるような気がして、硬くって硬いのと臭みがあるかな。国産は臭みがないし柔らかいんだ。そう、柔らかいですね。切り分けた牛すじ肉を煮込みます。使うのはうどんのだし。コトコト3時間ほど火にかけます。やっぱうどんのだしで煮込むと美味しいです。美味しいです。和風、そんなにくどくならないし、ちょうどいい味に仕上がるんですよ。そうなんですか。はい、牛すじ煮込むのは基本的にお母さんの係なの。そうです。私じゃないと嫌やわと思って嫌なんだ。嫌だ。嫌なの。まだ早いかな。あ、まだ早い。手出すと怒るんですよ私が。ああ触らんといてって言ってでも時々落末やから、かけてるのを忘れて他の仕事して、この子らに火止めてもらったりとかもしてるんやけど、混ぜてもらったりとかうどんの麺はこのメニュー専用の太麺。3時間煮込んだ柔らかい牛すじ肉をトッピングしたら、自家製カレールーをたっぷりかけます。こうしてできるのが麺坊中本の人気メニュー、牛すじカレーうどんです。牛すじからね、はい、ちょっといただこうかしら。いただきます。あ、なんかカレーのちょっとスパイシーな感じと、はい、この牛すじのちょっとほんのりとした甘みみたいなものがうまくマッチしてね。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。これ牛すじのこの味っていうのは、うん、要するにそのうどんのあの出汁で煮込んだ。はい、そうです。調味料も一切入れないで、うん、うどんの出汁だけで、うん、はい、炊いてます。あ、はい、そういうことなんで、ね、はい、ちょっといただきます。もちもちとしてるけどちょっと柔らかい目で。そうですね、はい、うん、やっぱポタポタっとしたようなコシはないんですけど、ポタっとしたなんていうかな、優しい感じの柔らかさの方が私は好きなので、そうしてるんですよ。主人もその方が好きなんですけど、はい、なるほどね。はい、牛すじのカレーはお母さん作ってらっしゃるけれども、裏方はほとんど私が主人としまして、うんうん、
ほんでこの人が作ってこの人があのお店出て接客に回ってる。そうなんだ、うん、お水持って行こうと思ったらお母さん行かんといてって止められるんですあ、はい、あそうなの、はい、まあいずれはあやっぱこのお店に入ってっていうのは思ってたんですか。いやまあ思ってなかったです。あ全く。なんかほら小さい時から親二人とも忙しそうやし、うん、大変なのを小さい時から見てるから、うん、自分が大人になった時はって思ってたんですけど、結局二人とも戻ってきて離れれんくて、まあ、神どころから始まってこの100年の歴史のある中本、うんうん、まだまだしばらくは大丈夫だと思います、はいはいうん、ね、大丈夫よね。頑張ります、はい。